はい、シュプリームテラテラです。はい、ということでウィーク6、店舗並び来ておりますけれども、今週はアンダーカバーとのコラボということで、まあどれぐらい並ぶのか、まあおそらく300人から400人ぐらい並ぶんじゃないかなと思ってますけれども、そして今日のですね、都市伝説検証はですね、神頼みでございます。はい、店舗近くにですね、三八幡宮っていう神社さんがありまして、まあ、そちらの方でね、寮番祈願をしてですね、整理番号を取って寮番をゲットしようというようなものでございます。こちらですね、これ神社さんなのかな、結構桜が埋まってて綺麗なところですけれども、はい、とりあえずねちょっとお参りして寮番祈願していきたいなと思います。はい、両番祈願も終わりましたんでね、これから整理券取りに行きたいなと思います。はい、ということで整理番号取ってきましたけれども、まあそんなに多いかって言ったら多いことはなかったですね。まあおそらく300人から400人ぐらいの並びになるんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは番号発表になるまで待ちたいなと思います。はい、ということでね、9時34分になりました。もうね、他の方とはねちょっと今日は私徳が違いますので、まあね、やっぱり神頼み、まあ、困った時はもうやはり最後は神頼みですよ。はい、ということで、見ていきたいなと思います。せーの、ドン。はい、私214番ですね。214番1グループ、来たー、神頼み、来たー、すげー、やるじゃないか。214来た、神頼み、本当だ、いやー、ありがとう、ありがとうございます。いやー、よ、1グル来ました、やったー。すいません、大騒ぎして、三八幡宮さん本当にありがとうございます。いや、神頼みしてよかった。あ、213、214ってこれ、あー続けてなんだ。え、今日何人ぐらい並んでるの、318人。え、どれぐらいだろう。いや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 、いや322人、328人、あー、まあまあ結構、330人か、あー330人の並びですね。330人の並びの中で私今期初じゃないですか。っていうか、やった、1グルゲットできました。本当にありがとうございます。はい、皆さん本当ね、三八幡宮さんお参りしたらですね、効果ございました。本当にありがとうございます。いやー、何かを楽しみですね。はい、ということでお目当ての商品は買うことができました。はい、寮番だったんでね、ちょっと日頃お世話になってるお友達の分も一緒に買ってきました。はい、本当ね、神様様様ですね。はい、最後はお礼を言って帰りたいなと思います。
はい、ということで、店舗の方行ってまいりましたけれども、なんかね、もうほんと久々にですね、両番引けましたね。一グル入れたの本当何シーズンぶりだろうっていうぐらいなんですけど、いやー本当ね、神頼みしてよかったなというふうに思いました。はい、それではね、私が購入してきた商品をご紹介していきたいなと思います。はい、こんだけね、結構やっぱり1グルになるといっぱい物が買えますね。はい、じゃあ順番に行きます。1つ目がですね、こちらになります。はい、バブルヘッド人形ですね。赤とネイビー、はい、2色購入することができました。はい、箱にはね、シュプリームの文字がしっかりと入ってます。後ろはこんな感じですね。はい、まあ、ちょっとね、片方開けてみたいなと思います。結構ね、重さはまあそれなりにあるかなっていう感じなんですけどね、後でどれぐらいの重さあるのか測っていこうと思いますけれども、はい、こんな感じですね。なんかペコちゃんみたいな顔してますけど、はい、なかなか可愛らしいですね。後ろはこんな感じになってますね。94年から2023年までもう、まあ、毎年チャンピオンだというような感じですね、これね。はい、後ろにはワールドフェイマスって書いてありますね。はい、こんな感じです。結構数はあったみたいですけどもね、おそらく340人並ばれてたらですね、まあ後ろの方の方は買えなかったんじゃないかなと思うんで、まあ、こういう人気のあるアイテムはね、できれば1個ずつっていう方法を取られた方が本当はいいと思うんですけどもね、まあ2色買えた方はラッキーでしたね。はい、続いて購入いたしましたのがこちら、ファンネルシャツになります。アンダーカバーとのコラボですね。はい、サイズは L サイズですね。はい、メイドインチャイナになっております。表側にはサラームの文字が入ってますね。こちらはですね、ペイントになってますね。刺繍ではなくペイントです。この裾のところにね、今回のコラボの、アンダーカバーとスプリームのロゴが入っております。素材はですね、コットン100になります。ドーンと文字のプリントが入ったネルシャツになりますけれども、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、続いて購入いたしましたのがこちらですね。はい、ルパンティーになります。はい、まあ私今回これがね、一番欲しかった、はい、アンダーカバーとシュプリームのコラボになりますね。はい、非常に大きくですね、モンキーパンチの、ルパンのイラストが入っておりますね。はい、まあ、サイズは L サイズを購入いたしました。ボディはいつものシュプリームのですね、白タグのものになると思います。私なんかはですね、結構こうルパンを再放送ですけれども結構見てた世代なので、本当にちょっと刺さる商品でありましたね。はい、そして最後に購入いたしましたのがこちらになります。はい、レイヤードジーンズですね。はい、サイズはですね、32を買ってます。前にですね、こちらの方にもサラームの文字が入っておりますね。こちらのシャツがジッパーで取れるというような仕様になっております。こちらの商品はですね、かなり店舗でも数が少なくてですね、私、まあ、8番で呼ばれたんですけれども、前3人の方が集合時間になっても来られなかったので、実質5番目で入店することができたんですけれども、インディゴの30インチについては、前1人の方が購入してもう完売というような形でした。まあ、色サイズによって若干異なると思いますけれども、まあ、1点か2点ぐらいしかなかったんじゃないかなっていうぐらい、貴重なアイテムになりました。細かいレビューにつきましてはね、ちょっと長くなりますので、また別の動画で上げさせていただきたいなと思います。できるだけ早く出そうと思ってますので、チャンネル登録の方をしてお待ちいただければなと思います。それではさよなら。
Just be.